定家は、新潟県岩船郡関川村にある、飯豊山地北部の山である。標高 1636.4 メートル。日本200名山の一つ。山頂付近では、ニッコキスゲや、マツムシソウなどの高山植物が見られる。農具の一種の、えぶりを担いだ人の姿をした雪形たちが、田植えの頃に現れることが、山名の由来とされる。えぶりの文字が、JIS X0208 に含まれていないために似た文字を使った、入り定家という表記が見られる場合があるが、正しくは、定家である。ひらがなで、えぶり定家と書く書籍も見受けられる。西側の奥胎内ヒュッテから、足の松尾根を登るか、飯豊山地の主稜線を、南から縦走して、大石山の西隣のピークへ至り、そこから北へ伸びる稜線をたどって、左山頂に向かうのが一般的なルートである。山頂の南に無人の作小屋がある。水場は定家避難小屋の東側の設計尻にあるが、設計がなくなっている場合は、さらに数分笹やぶの切り開きを折り、地を吉沢から取る必要がある。地を吉沢から取る場合の水量は、時期にもよると思われるが、あまり多くない。1964年の新潟国体の際には、山岳競技の会場となった。ありがとうございます。